白山上方面改札口構内白山駅は、東京都文京区白山5丁目にある、東京都交通局三田線の駅である。駅番号は I13。ホームにある駅名表の下には、東洋大学前と表示されているが、正式な副駅名の扱いではなく、路線図などには記載されていない。2面2線の相対式ホームを持つ地下駅。ホームは曲線上に位置する。南北高線間に柱がない。旧白山通りの薬師坂のほぼ真下に駅がある。改札は、春日寄りの出入り口 A1 側と、仙石寄りの A2、A3 側の2カ所に設置されており、それぞれ坂の下部と上部方面に位置することから、改札内の案内表では、地域の呼び名に合わせて、白山下、白山上と表記されている。改札外コンコースは、直接つながっておらず、一度地上に出ないと行き来することはできない。バリアフリー設備として、ホームと改札内コンコースを結ぶエレベーター2基と A3 出入口側に地上と連絡するエレベーターが設置されている。改札内にスロープを備えた誰でもトイレが設置されている。他にエスカレーターが各ホームにホーム、改札内コンコース方向のみ運転が2基ずつ、A3 出入口改札外踊り場方向のみ、運転が1基設置されている。かつては改札の内外に1つずつ売店があったが、改札外のものは2002年頃に閉鎖、改札内のものも2009年2月に閉鎖し、そのスペースは軽食類の自動販売機が設置されている。改札内にあった倉庫を有効活用する目的で、テナントを募集して、これに板橋区に、本店のある不動産業者が落札して不動産仲介店舗を設置していたが2013年3月31日をもって閉店した。その後その場所に2014年4月30日ミニストップ白山駅店が開店。駅構内の売店が5年ぶりに復活したことになる。2020年度の1日平均乗降人員は 25,012 人である。1996年に近隣に南北線の本駒込駅が開業した影響などで1990年代半ば以降は乗降人数は減少傾向にあった。2000年代半ばからは東洋大学の都心回帰や周辺地域のマンション開発が進んだことなどで乗降人数は増加に転じている。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は下表の通り、東洋大学白山キャンパス、白山神社東洋大学をはじめとして、各種学校が多く学生街である。ラッシュ時は主に学生で混雑する。A2A3 出入口はまだ坂の途中であるため、当駅から仙石方面へ進む場合は、急な上り坂を歩かなければならない。ありがとうございます。